登場ですけれども、はい、早速じゃあ細野さんに紹介してください、ね、こちらが、はい、ベストパターンというグループの、昼間雅夫さんです。こんばんは。こちらが今、はい、今日これから後で、見せていただくことになってるパフォーマンスを手伝ってくださる、エブリンさん、はい、この、またまたね、もう今日は本当にいろんな方がいらっしゃってるんで頭の中がこんがらがっちゃってるんですけれども、そうすると今度細野さんとテストパターンの関係を説明、僕が加わってる、ヤンレコードという、レーベルです、そこで、2年ほど前に、LP 作ったんですね。テストパターンという。2年、はい、もう2年経つんですか。そうなんです、はい、でそれから、の付き合いですけど、今はライブハウスとか、インクスティックとかそういうところで、たまにやってます。彼のパフォーマンスっていうかステージですね。なるほど、じゃあ早速ねまた詳しい話を後でお伺いしまして、はい、早速曲に行ってみたいと思います。それではテストパターンで Singing in the Rain。もうなんとか苦節何年練習して音楽を作ったっていう人じゃなくて、僕とかみみちゃんみたいにじゃなくてじゃなくて、なんていうかな、もう全然そういったのにこだわらないでいろいろビデオとか作って面白い人たちってたくさん ね、彼なんかがまさにその、グラフィックやってるんですよ本当はね。ところが今流れたようにそのシンセサイザー全部彼やってて、ボーカルもやってて、いつもねその YMO のスタジオに遊びに来てくれてて、いつもカセットをくれるんですよ。それで聴いていくうちに僕も好きになっちゃって、レコード化したんですけど、それがきっかけでレコードを、でまあレコードを2年前に発売になったんです。そうです。それでそれからのなんていうのかな、なんていうんでしょうね、そういうのってやっぱり生演奏っていうわけじゃないですよね。そうするとステージみたいのはね。そうですね、だから人は主役じゃなくて、発想とかアイデアを、いろんなそういうおもちゃみたいな機械を使って、現実のものにしていくっていうのが、なるほどね。そうすると私たちがそういう昼間さんのねパフォーマンスっていうんですか、そういうのを見れるチャンスっていうのは近々ありますか。はい、6月8日にインクスティックで、彼女と2人でライブパフォーマンスをやります。そうなんです。彼女のことも聞きたいんですけれども、彼女はボーカル
はい、ということで、で、まあ、次に曲をね紹介するんですけど、その曲をの作詞もなさってるわけですよね。そうですね。じゃあ、 あのインクスティックの方、6月8日皆さんぜひお誘い合わせの上行ってくださいね。それでは早速曲に行きたいと思います。テストパターンで私の少年は日本人。私の少年は日本人。桜の花が咲く頃に、月の下で結ばれる。彼と一緒に歌舞伎を見たり、彼と一緒に琴を聴く。